2016年の右足骨折から3年、このプリンスアイスワールドに戻ってきてくれました。山本颯太。彼は長い間怪我に苦しみましたが、昨シーズンはそれを乗り越えて躍進しましたね。振り付け鈴木明子、ジェームズ・ブラントの名曲に乗せて You are beautiful です。まあ、町田さん、ただ、はい、この山本戻ってくるまでには相当な苦労もあったと思います。そうですね、昨シーズン4回転まで戻しているんですよね。本当に彼の努力に頭が下がります。この You are beautiful という曲なんですけれども、割とスケートファンの皆さんには中庭健介さんの You are beautiful も印象的なんじゃないかなと思います。中庭健介さん、2008年に踊ったエキシビジョンプログラムですが、それも素晴らしかったです。長い手足を存分に生かした山本の演技。幾多の怪我を繰り返して焦りを通り越して、もう終わりなのかなと諦めそうになったこともあると言います。ちょっとずつ積み重ね、ここまで来ました。このイーグルの部分とても美しいと思います。はい、イーグルというのは足から腰、背中にかけて途切れることのない直線を作るのはなかなか難しいんですよね。必ずお尻が出っ張っちゃったりして直線が作りづらいんですが、それがきちっと一直線になっています。不屈のスケーター山本颯太が戻ってきてくれました。来シーズンは飛べるようになった4回転サルコーをプログラムに入れたいと話をしていました。くれぐれも怪我に気をつけながら、さらなる高みを目指していただきたいと思います。プリンスアイスワールドにお帰りなさい。はい、どうも。滑り終えての感想いかがでしょう。そうですね、今日も楽しめたので、お客さんも少しでも楽しんでいただけてたらなと思います。ちょっと視線が気になりますか。何か聞きたいことはありますか。来シーズンのプログラムについてぜひ一言。そうですね、競技用は、これから作っていくので、そうですね、まあ、しっかり滑りこなせるように、かっこいい先輩を見習って頑張っていきたいと思ってます。来シーズンも期待してます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。